天水河湖移民生石中平台は2014年の天傘革命後に成立した香港新海元明天水河湖地域で活動する本土派の地域政党。2015年10月天水河湖移民生石中平台から推薦された王百派は2015年の香港区議会議員選挙に出馬し前回選挙で無投票当選した香港公会連合会の陸上優は 対立候補となる。王百派は四つの主要な地域で9つの公約を提案し、住民の支援を求めました。2015年11月22日で行われた選挙では、王百派は1317票を獲得し、2749票を獲得した新中派の陸上優に敗れた。2016年8月28日、アリンハックは、 選挙連合の6人の候補両承、久志、リアズマ登る、ユーオルサダ、高春シュケツ、オウ・ヒチン・サワ・及び2人の本土民主前線の両点と、キダイ・アオグ。天水が恋民生、石中・平台は、立法会議員選挙に向け、青年新政東九流尺石中組と連携し、アリン・ハック選挙同盟を結成した。香港党選挙区を除いて、 他の選挙区4つで、選挙同盟所属の候補を立候補し、最後に、ユうカオルサドと両将ひさし二人の名簿で、合計に議席を獲得しました。天水が小移民生、石中平台の推薦を受け、陳氏宮美、神奈木慶公、王百羽の3人が、区議会議員選挙に出馬し、3人ともが全員、当選となった。天水が小移民生、石中平台は、 区議会職能別選挙区立候補に、王百波を推薦し、民主派予備選挙に参加した後、7万1706票で勝利し、出馬資格を得た。王氏は、旧留場区の本土派議員の利権明っきと名簿を結成し、区議会職能別選挙区に出馬した。こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮する。 ことを理由に緊急状況規則条例を適用して選挙を1年間延期し2021年9月5日に執行すると発表した。しかしこの延期には香港の放送会からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。